こんにちは。日本学術書道会の田村喜山です。今日も担当者の茶掛けの前後辞典から前後を選び、その解説文を読んでから後でその前後を半紙に筆で書いています。今日の言葉は君子の交わりは淡きこと水のごとしです。君子同士の交際は水のように淡々としているの意味で、表面的な礼儀を用いたり巧みな世辞を弄したりしなくても、君子同士の間柄は深いところでつながっていることです。淡々として作法や形式にとらわれない清々しい関係であってこそ、親しみが深いという意味が込められています。原文では小人の交わりは甘きこと礼のごとしと続きます。小人の交わりは旨味があって甘酒のようであるの意味で、利益打算のみを追求するつまらぬ人の交わりは甘い言葉を浪するなどして表面的には心地よいものだが、その実は利害損得によって結ばれているため、いざとなれば崩れやすい。これに死して君子の交わりは天によって結ばれているため、災難や危害に迫られれば利益にかかわらず助け合うものである。それは私心がないからに他なりません。じゃあ今から君子の交わりは淡きこと水のごとしを書いてみます。最後までご覧いただきありがとうございました。